めでとうございます。ありがとうございます。評価に迷うキャラの登場です。神里琴音選手、沖縄出身、18歳です。神里選手、若干17歳。はい、はい。選手になったきっかけは何だったんですか？ NHK のテレビで大山選手の親子の番組が再放送であって、それを見て少し興味を持ちました。それは中学生の時ってことですか？はい、そうです。でもこれはしかない、やりたい。はい、うん。で、実際選手になってみてどうですか？少し難しいですけど、うん、先輩選手も優しく教えてくれるので、うん、頑張れてます。沖縄出身ですけど、今はじゃあ福岡に住んで。はい、そうです。ということなんですね。若干17歳。はい。同級生はまだ高校生だったりしますよね？はい、そうです。どんなことして遊んでますか？沖縄に友達がいるので、うん、周りに知ってる人がほとんどいないので、うん、休みの日は家でテレビを見ています。そうなんですね。はい、これからも頑張っていくので応援よろしくお願いします。その神里選手、7月の大村ヴィーナスシリーズに3日目から追加参戦。なかなかかっこいいピット離れを見せてくれました。そして4コース、シリーズ3日目から追加参戦の1人は4号艇の神里琴音。5コース、6コース、全これまで逃げて勝利している5号艇島倉と6号艇の渡辺です。スタートしていきました。幕張3対3、少しダッシュ勢覗いていましたが、スリット後は2番中北出ていきました。決まりは1番の吉田が打って、2番中北差し、2番差しに4番神里も入っていきます。接戦となりました。トップラスイ3艇内側から4番、2番、1番となっています。その後に3号艇、6号艇、5号艇です。スタートは前艇正常でした。4号艇の神里が一緒にマーク、先手を取るところに3号艇内から迫った水野、そしてその懐に2番と6番抜けましたが、先行トップは4号艇の神里琴音、追走する2番手争い2号艇の中北、外は3号艇の水野です。後ろは6番と1番並んでいます。最高峰は5号艇で2周目1マーク、かなり2番手付近混雑してきた状況で、先前6号艇渡辺、差し込んで2号艇中北、中北がバックで先行2番手を取りました。3番手は2艇審査6号艇の渡辺です。先頭からは4番、2番、6番の順、後ろ差がないところは3号艇の水野、そして1号艇吉田が続きます。6番渡辺動いていきました。2号艇の中北より先に2マークを取っていったんですが、逆転しています。6号艇の渡辺先行逆転決めて、体型は4番、6番、2番の体型。レースは最終周回へと移っています。先頭は4コース角から1周1マークを指した4号艇の神里琴音、追走は6号艇の渡辺真奈美、3番手2号艇の中北亮です。さあ神里、昨日からの追加参戦、シリーズ2走目での勝利となりますが、自身にとってはデビュー初勝利以来の2勝目という戦いになります。神里が最終ターンマーク、そして6号艇の渡辺、2号艇中北と続き、後ろ3号艇水野、1号艇の吉田、5号艇の島倉です。4番、6番、2番、まもなくゴールインです。先頭4番神里、ゴールイン。2着は6番渡辺、3着は2番中北。勝ちました神里琴音選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。緊張しますか？緊張してます。勝利者インタビューもね、初めてなんですよね。はい。そして大村も初めてなんですよね。あ、初めてです。はい、ではレース見てみましょう。はい。進入は菊田さん4号で、ちょっと奥内です、はい。神里選手4コース角からのスタートです。1人あたりですけども、スタートの見え方どうですか？まだわからないです。昨日もね、ちょっと大きな数字になってしまいましたけどね、はい、今日はいいスタートが出ましたね、はい、はい。そして1マークなんですけども、ここは差し左右中入っていきました、はい。外にね、2人選手、見えましたけども、ここは今どんなことを考えて走ってました？内側に来てないかちょっと見ながら、外も様子を見ました。ちょっと忙しかったわけですね。はい。そしてね、内から水野選手がね、来ましたけども、はい、落ち着いてましたか？でも、はい、しっかり回れました。冷静に回れたと思います。はい。
ね、道中がね、なかなかね、はい、難しいかなと思いますけど、ここはもうしっかり逃げ切り、はい、その後はね、前をどんどん走る、行きましたけども、はい、今節ね、昨日から途中追加で来てくれましたけども、はい、もらったモーターはどんな手応えだったんですか？全体的に悪くはない感じで、伸びがいい感じがしています。じゃあ伸びがいい感じのモーター、はい、乗り心地の部分はどうですか？まだ合ってはいないんですけど、うん、これから合わせられたらいいと思います。ここまで今日まで調整とかはどんなことが行われました？ペラをとりあえず叩いてます、はい、今どのあたりを求めて？回り足を求めてます、はい、これでね、デビューしてた2勝目だと思います。はい、今のレースの課題はどんなところですか？自分的に満足いけるレースだったらいいです。後半もね、レースがありますので、はい、ファンの方にメッセージお願いします。あと1走も頑張るので、はい、よろしくお願いします。1レース勝ちました、神里選手でした。ありがとうございました。先頭が4コース角から1周1番マイペースで伸び伸びと水上をかける10代のスター候補、気がつけばいつの日かスター街道が開けるかもしれません。神里選手の今後に期待しましょう。